皆さんこんにちは。今日はワットパークナムに来ております。王宮の大仏を参拝し、エメラルドの仏塔を見に行きたいと思います。ワットパークナムの行き方はとても簡単です。 BTS シーロームラインまたは MRT ブルーラインで行けます。 MRT ブルーラインで行く場合は MRT バンパイ駅2番出口を出て、ソイペカ線19から徒歩またはバイタクで行けます。また BTS シーロームラインで行く場合、タラートプルー駅2番出口を出て、ソンテンに乗ることもできます。ソンテンに乗っていくと、運転手さんが寺院の入り口で止まります。ここは仏塔はもちろん、王宮の大仏もタイ人に人気の見どころです。ここの中には禅僧正ルオンパオソッドの像があるので、タイの人々は参拝しに来るみたいです。花を取ってお参りに行きましょう。タイの人々はいろんな像に金箔を貼り、願い事をしていますね。ゾウさんの像もあるので、こちらに金箔を貼り願い事をすることもできます。まだ大仏に到着してないですが、もう大仏の顔が見えますね。バンコクでは一番大きな大仏で、タイ国内では3番目に大きいと言われています。大仏塔は大仏の後ろにあります。ここは年中無休で8時から18時まで来ることができます。中に入りましょう。5階を見に行きましょう。すごい綺麗ですね。天井画の仏殿図がとても素晴らしい。プラネタリウムみたいですね。こちらはブッダの絵が描かれています。こちらは観光ハイライトである仏塔です。高さ8メートルで緑色のガラスで作られました。
どこを見ても本当に綺麗です。ここから景色を眺めることができます。皆さん、頂上から見る景色はいいですよ。ぜひ皆さんも自分の目で確かめてください。ここのお寺は公共交通機関を使って自分の足で来ることもできますし、 HIS ではガイド付きで他の寺院も組み合わせたワンデーツアーを販売しております。ぜひお近くの HIS 店舗や HIS の公式サイトをチェックしてみてください。この動画が良かったよと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。